時、アルヒラルがもううんざり、再離脱のネイマールに退団を要求。ブラジル UOL によると、長期離脱から復帰後すぐに再離脱となってしまったネイマールに対し、アルヒラルはその後関係を終えたようだ。ネイマールとの契約は2025年夏までとなっているが、チーム内ではすでに不要論も飛び出しており、早期の契約解除を求める可能性が浮上している。理事会とジョルジェ・ジェズス監督はすでに話を進めており、今年中に契約を1月の移籍市場で放出する考えがあるとのこと。ネイマールがいなくてもサウジプロリーグでは開幕8連勝を収め、9戦無敗と絶好調を維持している。まあ名前に金払ってるんだから仕方ない。選手名鑑に載せるだけでめっちゃ高くついたな。32歳で十字と半月板だとトップフォームには戻らないでしょう。ストイックなタイプでもないしね。才能だけでメッシやロナウドと渡り合った男。できればもう少しプレイ見ていたかったが、これからインテルマイアミ移籍になるだろうか。ネイマール抜きで9戦無敗、これいなくてよいってことだもんね。完全に枠と年俸の無駄高い状態だし、いくらサウジでもそりゃ契約解除検討するわな。パーティーなんかやってないでフットボールに真剣に取り組んでいかないと今度こそキャリアが終わってしまうよ。怪我からの復帰、そして怪我の繰り返しでアルヒラルでは一度も万全の状態で出場してない。せめて最高のネイマールをサウジで披露してから去ってほしい。好き嫌いがはっきりと分かれる選手ではありますが、オイルマネーにどっぷりと浸かることもなく個人と代表でのタイトルを欲してストイックに取り組むロナウドは異次元な選手だと思う。ダブルハイに向けて25年は仕上げようとはするだろう。また戻れるか、もうダメなのか。五分五分だと信じたいね。パーティとプロゲームを1年間満喫して戻ってきたらすぐ肉離れ。そりゃ契約解除もしたくなるわ。